おはようございます。熊本市中央区あります古海商店街にやってきています。はい、中継の大谷ひろきとおがっちでお送りしたいと思います。お願いします。お願いします。さあ、それでは早速、はい、我らが熊本を呼んでみましょう。せーの、出てないですけどね。なんかね、なんですか、ごめんなさい、おはよう、熊本、おはよう、よろしくお願いします。ねえ、熊本、今日も元気ね、朝からね、よろしくお願いします。さあ、ということで、そうなんですよね、お送りしていきたいと思いますけれども、今日ご紹介したいのはこちらですね。皆さんご覧ください。こちら今度の土曜日なんですけども、12月7日、あ、反対になってますね、古海100円商店街という催し物が開催されます。もう有名ですよね。そうなんですよ、何でもいろんな商品が100円で買えるというものなんですよね。はい、詳しいことを語ってもらいましょう。実行委員長の下川さんです。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。2台を押していただいて、ありがとうございます。下川さん、この100円商店街とどういったものなんですか。はい、これはですね、各お店が、店頭に100円、魅力ある100円商品をですね、たくさん並べまして、はい、1日その日限定ですけども、お客様に喜んでいただくと、でこういうのを通してですね、商店街の活性化、そして各個店の活性化を図っていくと、で頑張っていこうと、そういうことでやり始めております。これ以前の映像も流れてますけど、お客様たくさん来なはですよね。はい、来られますよ。当日は約2万人ほど来られましてね、もう真ん中辺はちょっと通れないぐらいの状態になります。はい、通常古海商店街5000人ほどのお客さんなんですけども、ね、2万人近くのお客さんがお越しになるそうでございます。はい、で全店舗で70店舗ありますけども、参加店舗何舗。はい、今回55店舗参加いたします。はい、55店舗参加ということでございます。はい、早速ね、ご紹介していきましょうかね。はい、はい、まずご紹介しますお店が、はい、ちょっと私の店の前に来ました。そうなんですね。実行委員長の下川さんのお店でございます。こちら、はい、下川衣料店でございますね。はい、すごい、いろいろ商品見てたんですけども、お安いんですよ。ですね、見てください、こちらなんか1000円の札がたくさん貼ってあるんですよね。チュニックとかベストとか、あとティーブラとかですね、カーディガンとか1000円になってますけども、ちょっと私これ良くないですか。これほらハイカラでしょ、このオレンジの。これセールで3980円なんですよ、ジャケット。通常が6090円の品。下川さん、これ良かですね。良かですね。これはもう、はい、リバーシブルでね、この裏も切れるんですよ。裏も切れる、ちょっとありがたい。これで、ね、すごくおしゃれになってますよ。例えば俺今日オレンジ着たら明日は黒とかね。そうそうそう、なんか柄がいいですね、これ。で、こちら下川さんのとこの100円商品なんですけども、はい、何でしょうか。今回はですね、はい、ちょっとベストなんですけど、はい、まあ、名前をつけまして、はい、ベタではありません、ベストなベストという名前をつけまして、ネーミングつけまして、出します。もうこういうなるほど、ベストなだけにベストなベストと。はい、そうそうそう。じゃあ、このベストが100円なんですか。これがね、まあ、今回ちょっと100円で出します。すごい、かわいいですよね。いろんな種類がありましてね、軽くて、あったかいですけども、ちなみに何着ほど、10点にさせていただいておりますけど、今回は10点、はい、10着限定となっております。はい、12月7日ですね。はい、嬉しい。これどうやったら購入できるんですか。うん、これはですね、まあ100円商品は10時から一斉に皆さんこれを販売すると、一応爆竹を合図にしてですね、はい、販売すると。だからまあ一応先着っていう風な形になります。ただ売り切れごめんになります。これ女性ですか。女性も11時とかね、12時とか来られる方もいらっしゃいますので、またそういう時は他のまた商品を出しますので、これはもうそれで売り切れますよ。エイタロさん、何ですか。いや、これ女性用だけ10着。女性用だけ10着。女性ですね。女性もんですね。はあはあ、女性用で10着ね。はい、細身の男性の方も着れるかもしれないですね。大丈夫です。はい、ね、なんでクマも、何これ。この商品は100円にしてくれて。これ100円の商品じゃないですよね。まあね、これは100円の商品じゃないですけどね。これ100円にしてくださいだそうですけど。これちなみに値札、いくらなんですか。いくらだろう。もともと
3045円で、いや、お安くなって2900円のお品です。あららら、まあ、ポンチョね、これ、あったかいポンチョですけど、まあ、どうしても、まあ、熊もじゃあちょっと握手してよかよ、もういい、なんとかしましょう。あららら、ありがとうございます。いいんですか？ありがとうございます。まあね、もう1点しかないから、いいですか？じゃあ12月7日、100円商店街の日は、これ、はい、1着これ100円で、じゃあそれまでこうね、取り合いになりますけども、これは裏、お店の裏にも裏にも置いとく。7日の日だそうです。じゃあ皆さん、これも100円ですので、はい、やったね、そのもんね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ね、もうそれ以外にもいろんなお安いものたくさんありますもんね。もういろいろですね、あのタオルハンカチとかですね、靴下とか、また、まあ、たくさんの人来てらっしゃるね。レアなバンカっていうのを出します、うん、そうなんですね。だからもう500点ほど商品数は出しますよ。もう各お店も本当限定品ありますけど、それ以外にもう300も400も500も100円商品揃えてますので、うん、どうかもう楽しみにしてね、来てください。そうなんですよね、はい、もうお店ならではのこだわりのね、100円の商品がたくさんありますからね、はい、はい、さあ続いてご紹介しますのはこちらでございます、はい、田口かまぼこ店さんですね。惣菜が人気のお店になります。なんか美味しい天ぷらがたくさん並んでいますよ。ね、見てくださいね、ここいいですよね。はい、おはようございます。香りがいいもんな。おはようございます。お母さん、こちらの天ぷら一番人気はどれですか？人気はですね、芋天と芋まんじゅうがよく売れますね。あ、芋天と芋まんじゅう、太かですね。大きいでしょ。で、あのこちらの100円商品はどれですか？100円商品はですね、はい、あ、2個で芋まんじゅうも芋天もコロッケも2個で100円でございます。あ、2個で100円、はい、2個で100円え、ということは、ちなみにこの芋天だったら通常おいくらなんですか？80円です。80円で、まんじゅうが80円。80円ということは、これどんな選び方でもいいんですか？いいです、どっちでも、どんなでもいいです。コロッケと芋天でもよかセットで100円、はい、はい、もうこれいいですね、はい、うん、ほんと。じゃあちょっと、ちなみにちょっとなんか食べさせていただいてもよかったですか？おすすめはね、すいません、ちょっとお腹空いてるみたいで。普通からおっしゃるんですけどね。あ、すいませんね、そうそう、私からちょっと、芋天、これ何ですか？芋まんじゅう。芋をですね、剥いてからですね、炊いてから、うわ、中にお芋が甘い、うん、芋をね、ぎっしり入ってる、ほかほかして美味しいですね。美味しいですね、よく売れます。もう12月7日はタイが揚げない感じですね。もうお客さん見る暇がない、もう揚げ続けてる、あ揚げ続けてんだわ。これとこれ揚げ続け、間にあの、ね、入れるけど、これをほとんど揚げてる。ですね、揚げたてがいただけますよ、はい、一人で10個とかね、買って帰るけ。そうでしょうね、うん、そう、揚げこなさっていう。でも、あの、あれじゃないですか、太田さん、頑張ってよ。はい、何でしょう。あの、揚げて揚げて揚げて、結構商売上がったりにならないですかね。あ、なるほどね、あのスタジオの栄太郎さんがもう揚げ物いっぱい揚げてあげて、商売上がったりなりませんか？上がったりなりません。ならないとですね。ならない、すいません、ならない。余計なこと言いました、ごめんなさい。そうです、そうですよ、今の余計なことでした。なんで、ちょっと待ってください。なんで熊もさっきからジタバタしようと、なんで、どうしたの、なんで、なんで、下の天ぷらば、なんで、100円に、え、下に並んでる天ぷらも100円にしてくださいってなります？なります。え、なりますか？もともと100円だったじゃないの、これ。120円ですけど、100円にして、えらい早い交渉ですよね。120円の下に並んでる天ぷらは、もっと駆け引きがないと。12月7日は100円です。なりますって。はい、えらい、すんなり決まりますね。ねえ、いいんですか？よかですよ。あんた力が強くてもね。今インスピレーションで、今決断なさった。12月7日頑張ってください。頑張ります。頑張ります。まあ、ということで、下川さん、いろんな商品が100円で買えるんですけども、中継の後半はお野菜や魚などご紹介したいと思います。お楽しみに。出てくる。これが100円？いいんですか？さあ、今度の土曜日12月7日、いろんな商品が100円で買える古海商店街にやってきています。中継の後半はお野菜や魚ご紹介しましょうかね。
まずはこちらのお店です。はい、老舗ですよね。そうですね、下村製菓さんでございます。はい、下村製菓さん、たくさん新鮮なお野菜並んでおりますが、はい、こちらの100円商品くまモンが今この100円の裏に持っております。何だと思いますか？ね、大根。野菜ありますけれども、大根。冬のものですか？冬のもの。冬のものでもないです。あー、ない。なんだろう、玉ねぎ。玉ねぎ、ブブー、こちらです。じゃーん、わかりますか？ミディトマトですね。ミディトマト。そう、ミニトマトではなくてミディトマト。8個入りで100円なんですよね。おー、はい、あの、こちらのミディトマトなんですけども、お母さん、通常はおいくらとなるんですか？はい、150円です。150円なんですね。50円引き。それが100円に、はい、他には100円の商品っていうのは、うん、梅干しも100円でいいし、はい、あ、普通は280円ぐらいするよね。はい、はい、それも100円でサービス、もう向こうにドーンって出してます。ドーンって出しとるんですか？はい、ね、多分200名ぐらいかな、限定。あ、そう、200名。ああの、野菜はないんですか？100円の野菜は。野菜はありますか、他に？お野菜セロリ、何でもあります。セロリ、あのですね、なんか先ほどちょっとお聞きしたんですけど、その時のお母さんの気分によってもなんか100円になったりされるするんですよね。そうね、気持ちよく買い物しない人に、あ、よかよか持ってきなさい。じゃあ気持ちよく買い物しますね。気持ちはね、伝えたらですね、はい、でもその100円って言うても、100円じゃない商品でもですね、お安いんですよ、基本。あの、例えばですね、こう白菜ですよ、白菜。こう目の前にありますけども、この大きさで180円なんですよ。あ、当日も100円でよかよかって。大丈夫ですか？はい、よかよか。12月4日。あららららららら。自宅にある在庫だけだよ。はい、いいね。はい、ラーメン食べてる今。いいね。もう誰でもほら、売り切れたらそれでおしまい。もうおしまいだからね。ありがとうございます。この人参は？100円でよかった。よかった。なんか書き下ろす。まあ当日のもうそこ向けなさいですよ。言うてしもたって感じだったね。こういうなんかやり取りも楽しかったですね。まあ商店街ならではですよ。はい。だけどくまモン、くまモン、朝早くからごめんね。公開商店街のためにありがとう。うれしかったね、それ言ってもらえて。本当くまモンをね、以前にも公開商店街の日に呼びたかったと、100点の時。でもなかなかくまモンがいなくて、熊本にいなくていなくてね、忙しかったね。県外とか行ってて ね忙しいもんね、あんたも。あの、コナンバイね、くまモンね、よかったね、コナンバイよ、ほんとに。中さん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、ということで下川さん、いろんなお店でいろんな100円の商品があるんですけども、はい、この魅力って何ですか？人が来てらっしゃるんですね。100円商店街の魅力、お客さんにとってはですね、本当に価値ある商品を100円で買えると、そういう魅力があるし、またお店にとってはですね、やっぱりこういうのを通して元気が出てくると、そしてまたいろんな準備をする段階において団結してやっていくと、はい、で商店街のまとまり団結も出てくると、うん、だからもう両方に双方に魅力が出てくると思います。そうですよね。なぜあの100円商店街のショーは笑うという時期がありますからね、はいはい、みんなが笑顔になる日がこの100円商店街の日でございますけれども、さあ続いてご紹介しますのが新鮮なお魚ですね、はい、中尾鮮魚店さんでございます。はい、こちらです。どちら？カメラさん、こちら中に入っております。はいはい。さあ、中尾鮮魚さんの100円商品なんですけども、はい、こちらです。じゃじゃん、しめ鯖です。え、何出す？しめ鯖出すってなんだよ。すいません、あのこちら通常198円するんですが、100円商店街の時は100円となります。しめ鯖こんなこと売ってあんの、真空パックで。そしてですね、中尾鮮魚店さんはその他にもものすごいのが奥にあるんですか？何ですか？ものすごいものがあるんですよ、来てください。何でしょう？こちらこちら、太田さんがいらっしゃいます。なんとこちら、マグロの解体ショーです。わー、素晴らしい。はい、あのこちら100円商店街の時もこのマグロの解体ショーされるんですよね。やります。はい、すごい。うわー、脂乗ってますね。美
綺麗。これおいくらぐらいで販売されるんですか？ですね、平常価格がだいたい600円から700円のやつをですね、当日は 100g の298円、だいたい半値ですね。半額で12月7日。だいたい 100g このぐらいですよね。このぐらいとなっております。カットします。これは嬉しいですね。じゃあちょっと私味見ばしてもよかですか？どうぞ。すいません。食べるんですか？食べる。買いたいでしょ。大体普通の方が言われるんですけどね。でも持ってきた。そうそうそう、全部自分で言い受けんですね。そうですね。じゃあちょっとすいません。じゃあお塩からで。ですもんね。これをカットしましょうか。はい。じゃあよかですか？すいません。ここはどこの部位ですか？ここはマグロの背中のところですね。で、一番天身のところ、筋がないところです。ああ。はい、うわ、赤身が綺麗で、これは2つ行くんですか？2つ行く。また、いやいや、感想言えんでしょ、毎回感想が。美味しいでしょ？どうだろう。ほら、なんか毎回だよ、なんか毎回なんだよ、それ新鮮。もうそろそろ量分からんと、これ食べる量。甘みがありますね。そうですね。生マグロですから。乗っとるよ、マグロ。写真と同じでございますけども、ね、はい、絶対美味しい。これ意気込みお願いします。はい、ですね、当日はマグロの解体以外にですね、お買い得商品をたくさん用意しますので、どうぞご利用ください。はい。お待ちしてます。お待ちしております。はい。ということでね、下川さん、はい、本当いろんな商品が100円なんですよね、これね。はい、他にもいっぱいあるんでしょう。はい、いっぱいありますよ。はい、下川さん。下川さん。本当ですよ。ねえ、もうありすぎて。鍵が100円とかですね。カレーが100円とか、そうそう、いろんなものが100円なんですよね。たくさんの皆さん集まってきました。おはようございます。おはようございます。12月7日100円で頑張ってくださいね。はい、どうも。お疲れ様です。そしてもうじゃんけんでね、ああいう裏キルトのジャンバーあたりをやったりとか、100円でやったりしますからね。はい、そうなんですよ。今持ってらっしゃるものが全部100円。ぜひ見てください。はい、100円になりますんで、お待ちしております。相手にも100円で作っていただける。すごい。では場所の方説明しましょう。はい、熊本市中央区の古海商店街なんですが、国道3号線上行寺交差点を曲がってですね、県道337号線熊本大学方面に向かってください。で、古海橋の手前を曲がっていただきますと古海商店街になります。当日は古海橋を渡ったところに臨時の駐車場もございますよ。60台停めることができますよ。で、古海の100円商店街なんですけれども、10時から始まります。はい、ね、来てくださいね。全てのお問い合わせはこちらまで、096-344-5495 096-344-5495番となっています。はい、では行きましょうか。はい、それでは毎週木曜恒例のあっち向いてくまモンに行きたいと思います。通りだから大変ですよ、これは。はい、はい、すごいことになってます。お客様もたくさんいらしております。ね、ありがとうございます。一緒にくまモンが右か左かを向きますので、どっちを向くか向く方向をよく考えて当ててください。はい、お母さんもよろしくお願いします。お願いします。それではいきますよ、せーの。今日のくまモン、どっち向くの？はい、あっち向いてくまモン、こっち向いてくまモン、くまモンどっち向く、あっち向いて、はい。くまモンが右を向きましたということで、右を選んだ方おめでとうございます。今回でですね、はい、この古海100円商店街9回目を迎えます。もう第1回目2年前に始めまして、まあ、初心に今回また帰りまして、最高の古海100円商店街やりたいと思います。はい、もう参加店全員が、全店がですね、もう張り切っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。せーの、待ってまーす。古海商店街の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。